すべての褐色っ子大好きモデラーの皆様、こんにちは。大家さんの模型チャンネルへようこそ。予約開始からずっと楽しみにしていたゴッツオーダー第2弾、めぐみアスモデウスちゃん、今回はこちらをレビューさせていただきます。定価8800円とちょっとお高めですが、ボリュームは平均的で4時間ぐらいでサクッと組むことができたんですが、造形が素晴らしく、そして期待以上にめっちゃ可愛く、何より構造が面白く、組んでいてとても楽しいキットでした。組み立て自体がもう楽しい。最近忘れてしまっていたこの感覚を久しぶりに味わわせてくれた大変満足度の高いめぐみちゃん、僕と一緒にその魅力を確かめていきましょう。開封レビューは昨日投稿しましたので、早速今回は本体から見ていきましょう。まずは頭部のギミックから。長いもみあげ部分は軸接続で前後に稼働するので干渉を避けて遊ぶことができます。ちょっとだけ外れやすいですが、大して気になる部分ではありません。後ろ髪は別パーツになっており、シルエットを崩すことなく大きく跳ね上げることができます。髪が長いデザインってどうしても干渉して遊びにくい場合がありますが、この子に関しては干渉は全く気になりませんでした。続いて胴体。ここがパズルを組んでるみたいでめちゃくちゃ楽しかったんですよね。開封レビューでもご紹介したこちらの軟質パーツ、こちらを取り付けながら胴体を組み立てるんですが、ここベルトの裏を通しながら組み立てるんですよね。このね、立体感がたまらないんですよね。しかも軟質パーツなのでちゃんと体のラインにフィットした感じになって、不自然に浮いたような感じにならず、とても自然なシルエットになるんですよね。さらに前屈とのけぞりをさせても形を崩すことなく、自然な形を保ったまま軟質パーツが追従してくれますし、ある程度可動は制限されるものの、上半身のひねり、こちらもちゃんと行うことができます。可動と見た目の両立ができていて、ここほんと感動しました。腕の構造は一般的な構造で、大きく肩を跳ね上げることができます。可動範囲も普通に優秀ですね。また胴体側には引き出し機構が設けられており、可動範囲を拡大することができます。下半身ですが、可動範囲については特筆する点はなく、股関節はボールジョイントで必要十分動かすことができます。造形に関してはいい感じの肉付きで、結構ここポイント高いんじゃないかなと僕思います。説明書とは違う手順なのですが、下半身はここまで組み上げてから上半身と接続するのが楽だと思います。スカートは左右と後ろで3分割されており、左右スカートはボールジョイント接続になっております。正直言うとここがちょっと取れやすく、動かしていると少しだけストレスを感じてしまうポイントかもしれません。後ろ側は軸接続で大きく跳ね上げることができます。ただそんな多少の問題を補って、あまりあるこの腰回りの立体感、ここ最高ですよ。ほんと組んでいて楽しいキットです。左側のアーマーは差し替えで、 3mm ジョイントがあるものとないものを選択することができ、 3mm ジョイントには単剣を取り付けることができます。しかもちゃんとバッケンできます。ではめぐみちゃんの頭部を取り付けて全体を見ていきましょう。スカートのラインなどはデカールで再現するため、成型色だけだと色分けは完璧ではありませんが、完全無塗装でも十分見栄えがいいと思います。全身のプロポーションがとてもいいので、どんなポーズも綺麗に決まって動かしていてとても楽しいです。ちなみに正面のスカートは差し替えで、太ももの可動と干渉しづらい可動重視型のものにすることができます。こちらを使うと女の子座りも余裕に。僕の一押しはこの照れ顔、完全に心を射抜かれました。一見クールな子が見せる可愛い表情、たまりませんよね。それでは続いて武装モードを見ていきましょう。まずヘッドギアの組み立てですが、顔中央の芯となるパーツを素体状態のものから取り出して使う必要があります。組み立てた状態がこちら。威圧感が半端じゃない。一気に強そうになりましたね。ゴーグルのパーツは選択式でなくすこともできます。あとは簡単で、手足は武装状態のものに差し替えるだけです。脚部の大型ウィングはボールジョイントでグリグリ稼働します。背中には2本の斧がマウントされたバックパックを取り付け、斧は取り外して手に持たせることもできます。シールドはこんな感じでがっちり腕に固定することができ、大型ながら安定感は抜群です。そして目玉のでっかい大斧、
色分けに関してはシールを貼らないとちょっと寂しいですが、迫力は抜群。片手で保持するのはちょっと厳しい印象でした。こちらノーカットでお届けするんですが、体験への変形ギミックが搭載されています。よく考えられた構造で、変形自体は1回やれば覚えられるほどとても簡単です。そんな感じでサクッと武装状態の完成です。全体像をご覧ください。ゴッツオーダー第2弾、めぐみアスモデウス。スカートがポロリしやすかったり、武器がデカすぎてちょっとポージングが難しいところはありますが、このファンタジー感あふれる造形は他のブランドではなかなか味わうことができず、唯一無二といった感じで非常に満足度が高いキットでした。組み立てに関しては一部組み立てがきつい部分があり、ピンバイスを通して調整した方がいい部分もありましたが、意外とサクサク作れますので、美少女プラモ初心者の方にも手に取ってみていただきたいキットでした。ある程度慣れている方であれば特に問題なく組み立てることができると思います。以上、めぐみアスモデウスつくみレビューでした。動画が良かった、参考になったと思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。良い模型ライフを。じゃあね、バイバイ。